ウォッシュ、調子練習中、ロンジー J、まずはなぜ今回水を持って登場したか皆さん気になっていると思います。なぜかというと、僕はこのオーディションを参加する前に、日本で力仕事の方をしていました。そのため今回の特技を披露するときに、見た目からはわからない、力がないとよく思われるんですが、実は力があるよということをお見せするために水を持って登場しました。今回のオーディションで僕の見た目や今まででは知らなかったことを皆さんにお見せできればなと思います。あと僕の目は一度見たら離れれないですよ。では今回友達を呼びたいと思います。ライバーウーシエン、イエーイ。今回彼を持ち上げてみたいと思います。よいしょ、ゲイボーチューリーパー、イエーイ。でもなるべく自分のでずっとセーフに今日は中国に来て、韓国料理屋さんに来ました。いっぱい食べました。僕が一番好きだったのはこれです。なんで名前これ、炒飯。炒飯美味しかったです。これからもっともっと練習してオーディションに向けて頑張っていきたいと思います。バイバイ。番組で初めに知り合ったのは、シンくんです。3つの言葉、難しい。3つ考えていいですか。ちょっと3つ、 OK。 褒めるですよね。何も出てこないです。おじいさん、おじさん、僕のこと驚いて、はいって言います。人間性です。70点、急遽考えたにしてはよくできてたので80点。